はい、皆さんこんにちは、レイです。この間このプロトの新しいブランドイガヤっていう、まあ、ツーリングのバッグなんですけども、キャンプツーリングシートバッグ、これサイズ一番大きい設定のやつをご紹介したんですけども、そのうちね R6 とか R1 とか他のスーパースポーツのバイクにも積んでみようかなって話をしてたんですけども、前回出した動画っていうのが我が家の別のバイクで WR250X、まあ、テールカウルがものすごい細い、車体も細いモタードですよね。それにこの大きなバッグを積んでみたらどうかというところで、あんまりシルエットね違和感なかったんですよ。でただ僕の用途としてはつなぎレーシングスーツを入れたくて、今もこの中入ってるんですね。レーシングスーツを入れた状態でこういうスーパースポーツのテールに乗せて、要は自走でサーキット走行会に行くことってありますよね。そういう時につなぎを着ないでも行ける、持っていけるっていうのが便利なんじゃないかなと思って見つけてきたんです。で今回はこれ R6 につけてみたんですけども、前回の動画でですねこのブランドの全貌はご説明してますので、そちらもぜひご覧になってください。サムネイルがこんな感じです。はい、概要欄にリンク入れておきます。はい、というわけで今 R6 についてます。で前回の動画で説明してなくてコメント欄でご質問いただいたのが、どうやってパチンパチンってバイクに止めたのって。超簡単でですね、これこういうストラップがカバンにもちろん付属でついてくるんですよ。それをバイクのどこかにつけておいて、4箇所ちょっと緩めるね、こうやってパチンと止めてストラップをギュッと引っ張る、以上。これ4箇所、後ろここ1、2で前側にも1、2って合計4箇所あるんですよ。だからここちょっと今適当にやっちゃってるからプラプラしてるけど、こういうのをちゃんと止めればもっとシュッとしますよね。でできればここある程度ちょっとね長さをもうちょっと稼ぐか、そのばらけさせたかったんだけど、まあテールカウルが細いスーパースポーツの場合は止めるとこちょっと選択肢減っちゃいますよね。で僕はタンデムステップ外してるので、タンデムステップのところにベビーフェイスのフックつけて、そこにこっち側は止めてます。まあこれで今レーシングサンドではないけどバイクと一緒に揺れる、だからそれぐらいがっちりと固定できてます。だからこの4つのベルト使えば、まあ、僕はそのテールカウルがめちゃめちゃ細い、こういうの向いてない バイクと組み合わせたりしてる感じがするんで、まあ、ちょっと暑くてロレツ回ってないですけど、今日も30何度なんですけど、不利なバイクでも使えてることを考えると、一般的なネイキッドとかツアラーとかシートカウルがもっと大きなバイクだったら全然普通にこれ使えるんじゃないですかね。R6 でここまでね来てるから R1 も大して変わんないでしょうね。まあ、今度 R1 ともやってみましょう。じゃちょっと細部見てみましょう。それではもう一度パチンパチン開け閉めしましょう。ここが止めてるとこです。はい、取れました。こっちも取っちゃいましょう。これでもうカバン浮きます。もう一回これ固定します。こっち止めて、こっちも止めます。でカバン押さえつけて、これをグッとグッと、こっちもグッとグッとグッと、よいしょ。はい、こんな感じで簡単に止まるわけですね。はい、さっきのシートの反対側、こっちが進行方向前ということですね。でこっち側も同じようにこのパチンパチンがついてます。これを止めるだけ、前後やることは一緒ですね。これでバイクとカバンが一体化します。はい、車体のこっち側、シート側についてはこれベビーフェイスのレーシングフック使ってるんですけども、ここに止めています。相性抜群ですね。はい、細かいけどカバンの裏側見てみましょう。ここの裏の生地が表側のバリスティックナイロンとは違って、表側は比較的ツルツルしてるんですけど、裏は滑り止めのような摩擦のある生地使ってるので、シートカウルの上に置いただけでもある程度このカバングッとここでクッとこらえてくれるんですね。でそこの板と正面側と反対側に硬い板が入ってるので、カバンが型崩れせずにこうしてバイクの上に残ってくれて、で底側、これ R6 ってテールが上にとんがってるから、そこの上にカバン乗せちゃってるんだけど、ここまで折れ込まずにある程度耐えてくれてますね。ただある程度動くからこそこうやってはまるってこともあって、ここが金属の板のように全く反らないと、それはそれでちょっと問題あるんだけど、まあちょうどいい具合に形が変形して R6 のシートカウルの上でこらえてくれてます。はい、これが正面から見た印象です。ちょっとバイクの真正面じゃなくてカメラがちょっと横に寄ってるのもあるんですけども、まあそんなにこのバッグケツからはみ出してるすぎてる感とかそんなにないんじゃないですかね。じゃあフォーカスバッグの方に行ってみましょうか。うん、乗っかってますよね。はい、こんな感じです。はい、今度は R6 さんの顔のドアップです。イケメンですね。顔かっこいいですね。じゃあバッグの方にフォーカスを送ってみると、こんな感じでちゃんといます。はい、もう一回目で行きましょう。はい、フォーカス来た、かっこいい。はい、いかがでしたでしょうか。細かいところ見てきました。ちょっと今あまりに暑くてですね、汗が目に入るようになってきたので、細かい話はレイブログの新オフィスに行ってしようと思います。はい。
はい、高速道路に乗っております。翌日です。ちょっと関係ない話してもいいですか。さっきのバッグとは全然違う話なんですけど、今筑波サーキット行ってたんですけど、あの取材で行って、で高速道路乗る前にマクドナルド寄ってテイクアウトしたんですよ。でそしたら仕事の電話がかかってきて、ずっと今仕事の電話をしててですね、全然ハンバーガー食べてなくてですね、冷めちゃったんじゃないかというところですね。今から開けます。何なんですかねこのタイミング。まあついてない時ってあるよね。はい、コーラ登場しました。もうコーラもさ、氷溶けちゃったんじゃないの。ストローどこ、店員さんストローどこ、ストロー、ストロー、あった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 、焦った。ストローなかったらさ、もうゲームオーバーじゃん。運転中はストローないときついですよ。とりあえず一口いただきます。うまい、うまい、最強、究極。じゃあしなしなのポテトいきましょうか。もう結構時間経っちゃったよこれ。いただきます。皆さんこうやってあのポテト見るとさ、食べたくなっちゃいません？ポテトテロすいませんね、飯テロ。いただきます。うん、まあしなしな。買った時はこれ揚げたてだったんだろうな。しなしなでも美味しいです。じゃあ今からですね、あのレイブログの新オフィスに行ってですね、そこであのバッグトークの続きを撮ろうかなと思っております。あの個人的にですね、あの働く環境を大きくちょっとあのワンランクアップできたところがですね、あの弊社とは嬉しい限りでございましてですね、あの我が家の家のデスクもあるし、外で集中して仕事をしたい、もっと新しいものが見たい、新しい人たちの仕事がしたいというところでですね、知り合いのオフィスにあの、まあ、転がり込みましてですね、一つデスクを分け与えていただいたんですけども、まあ、月々お金はかかるんですけども、そのお金をですね払った方がかえって仕事が増えて効率よくあの、まあ、儲かるんじゃないかなという横島の気持ちでですね、我が社はちょっと一歩進みまして、であのクリエイターの人たちがですねたくさんぎゅうぎゅう詰めで入ってる会社でですね、日々面白い話をいっぱい聞かせてもらって勉強をしながら自分の仕事やってるんですけども、そんな会社のですね、あの新オフィスに入りましたっていう、そのあのなんかね、再生リスト、あのすごい小粒な動画ばっかりだと思うんですよ。あの会社用にこんな設備、あのこんな道具買いましたとか、超小粒な話だと思うんだけど、個人的にはあまりに嬉しすぎてですね、ちょっとまた紹介したいものがいろいろあって、バイクとか僕の普段の遊びとは全然関係ない話なんだけども、その再生リストを作ろうと思ってますんで、作った暁には皆さんぜひそちらもご覧になってください。概要欄にリンク入れておきます。この辺にも出しておきます。はい、じゃあご飯食べながら会社行って、バッグの話に戻ります。はい、レイブログの新オフィスに到着いたしました。暑かったですね。車止めて荷物下ろして会社の中に物持ってくるだけでも汗かいちゃいました。いやー暑かった。コンビニで思わずですね、ちょっと美味しいもの買っちゃいました。みんなこれ好きじゃないですか、これアイスの実、これみんな好きなやつ。これなんかあのアイスの実みたいな、なんかポケットからこうなんかテレーンってこう出てきたみたいな言い方しましたけども、これね美味しくて、味のバリエーションいろいろあるんですよね。 2,3 日前僕あのグレープ味買ったんですけど、今日はキウイにしました。全然カバンの話しない。うまっ、濃い。うまっ。これさ、前半戦はまだ凍ってるけど、後半戦に入ってくるとちょっと溶けてきてさ、外の皮で炙るだけで中からジュッて出てくるようになるじゃないですか。今まだね硬い頃。あ、うまっ。これ永遠食べてられるやつ。これ無限に行きたい。このビル、オフィス街にあるんですよ。で、まあ、要はそのビジネスマンの人たちしかいない街なんですよ。もうその
住居は全くなくてビジネス街のオフィスビルしかないところで、でコンビニに行くともうみんなそのスーツ着てネクタイ締めたサラリーマンのおじさんたちがいっぱいなんだけど、ここ暑いとみんなアイス買ってくんだけど、多分会社の人にお土産で買って帰ってるのね。だからいっぱいパックになったやつがみんなどっさり持ってて、自分が食べたいアイスが逆に買えないぐらい、なんかビジネス街の方がアイス売れんのみたいな感じだったんですよね。ちょっともう一個食べさせて。うん、うん、これ美味しいよね。これこれ毎回さ、このオフィス来るたびに毎回違う味買ってる。僕そのここに通勤してるわけじゃなくて、家で仕事するか外で仕事するか自分で決められるときに今ここに来るわけなんですけど、今日はまあここで集中して仕事するかと思ったけど、もう暑すぎてさ、いやこういうの食べると元気出るよね。はぁ、はい、おかげさまでやっと落ち着きました。ありがとうございました。話の続きなんですけども、プロタが作っているイガヤっていう新しいブランド、このキャンプツーリングシートバッグなんですけども、前回の動画で、まあ、ある意味最も大事なところをですねあえて触れていないんですけども、僕のチャンネルはですねあんまり物の値段には触れてなくて、値段を先に言ってしまうとその印象に引っ張られていい悪いかを判断しにくくなるケースっていうのがあって、単純に物の品質を見た上でじゃあ値段を聞いて安いか高いかっていう受け止め方をした方が僕は楽しいんじゃないかなと思うところがあって、例えば300万円もするだから YZF-R1M は高性能なのか、300万の価値あるかって言われるとよくわかんないですね。だけどすごくすごく好きなバイクで、僕は大好きなバイクで、そんな僕にとっては300万円まあまあじゃあ頑張ろうかなとか、なんかそこで入り口でいいケース悪いケースがあって、で今回のこのバッグの場合で言うと実は先に値段言った方がはるかにケースとしては良かったんだけども、ちょっとですねメーカーのホームページ皆さん見てほしいんですよ。今回僕が紹介しているこのバッグって他社、競合他社、ライバルメーカーで言うと値段倍以上するものが多いですね。同じような高品質の生地とかバックルとかファスナーとか肩掛けがついてくるとか、そういうオプション的なところも含めて近しいものだと値段倍以上するものが多いですよ。でもっと長年ずっとバイクのバッグを作り続けてきている老舗ブランドっていうのは他にあるんだけども、実はこのバッグ以外の開発者の方っていうのはもともとそういうなんかもう毎年毎年北海道絶対行くとかもうすごいツーリングしまくる人なのね。そんな人が長年ずっと日本で、まあおそらくこのバッグがいいやつだろうな、これも面白いね、これもいいよねっていう、そういう定番の王道のバッグを一通り使ってきた上で、ここを自分だったらこう直したい、こういう手を加えたいっていう思いが溢れたものを全部投入したのが今回のこのイガヤなんですよ。だからある意味他のバッグのちょっとここ直したいなっていうところが全部改善されてると言ってもいいのかもしれないですね。僕は他社のバッグ全部使ってるわけじゃないので、そこは正直そんなに詳しくないのでわからないんですけども、ただ開発の方からするとそれだけの思い入れがあって作ってるそうなんですよ。にもかかわらず価格がだいたいライバルの半額以下。値段ここに出てるんだけどちょっと僕は言わないです。皆さんメーカーのホームページ見てください。でこのバッグですね、量販店そこら中に置いてあるかっていうとそういうわけじゃないそうなんですね。だから本当は見て物って買った方がいいと思うんだけど、まあ見れる環境がないということであればもうネット上でポチっちゃうのがやっぱ早くてですね、これ今年の7月の13日にデリバリーを開始したばっかりの、出たばっかりのカバンなんですよ。それもあってある程度流行ってて、まあ、お店にあっても多分すぐ売れちゃうというところもあって、どうしても欲しい人はプロトのホームページですね、要はプロトメーカーから直接買えるので、それを使うのがいいんじゃないかなと思います。そのリンク概要欄に入れておきますので、気になる人はそれも合わせて見てみてください。でバッグのサイズちょっと繰り返しにはなるんですけども、小中大と3つのパッケージがあるんですよ。僕はつなぎを入れたかったので大にしました。逆にそんなでかいもの入れないしキャンプも行かないよっていう人だとこっちの小、こっちもいいと思います。で、まあ、間を取って中なのか、でそこのサイズ違いを現物ちょっと皆さんにお見せしたいところではあるんですけど、またそれ機会あればですねそんなことやりたいなとは思っております。
ただ僕のチャンネルはですね、おそらくスポーツバイクユーザーで、まあ、ツーリングのみならずサーキットも行ってみたいという方がそれなりに多いんじゃないかなと思いまして、僕は今回この台をですね選んでみたというところなんですけども、実際につなぎが入って、で今回まだ物としては入れてませんが、レーシングブーツ、レーシンググローブも全然入りますし、多少の着替えも入りますし、結構頼もしい大きさのバッグという印象を持っています。で生地の硬さにしてもそうだし、質感にしてもそうだし、使い勝手、装着のしやすさというのもあって、まあライバルの半額から始められるんだったらスタートとしてはすごくいいんじゃないですかね。逆にこのバッグのライバルメーカー、王道メーカーのものを使っている方がこれを見てどう思ったのかというのはすごく気になるところがあったですね。お一方お二方ぐらいですね、他のバッグ詳しい方がコメントいただいていて、前の動画のコメント欄に面白いそういった経験談を書いてくださってた方がいて、とても参考になりました。そっちの動画の感想もですね、聞きたいですし、そっちの動画のコメント欄も見ていただくと皆さんもしかしたら参考になるのではないでしょうか。そんなわけでですね、今回この伊賀屋のキャンプツーリングシートバッグのまあ続編というところでした。また機会を置いてですね、別のものを詰めてみたとか、別のバイクにつけてみたとかやっていきます。多分ね、さっき昨日現場で僕そんな似たようなこと言った気がするんですけど、現場のレーサーに戻しましょう。最後に現場に帰ってきました。このバッグ、これサイズ一番でっかいやつなんですけど、まあ、小さいやつをこういうテールカウルが細いシュッとしたバイクに乗せたらどうかっていうのはちょっと試してみたいところはあるんですけども、またこれ今度 R1 にもつけてみようと思いますので、引き続きレイブログぜひご覧になってください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ということで以上、レイがお送りしました。